子 200m 競走は予選第5組です。8名の出場でスタートです。第4レーンは前輪の藤光くん、速報です。1着藤光くん前輪21秒11、2着吉田くん 50% 北の風 0.1 そして足川くんメインスタンド側の予選を見ますと、青木さんは58秒台、久保倉さんと平さんが59秒台をマークしています。そして久保倉さんの走り。第7レーン、藤光くん前輪。第8レーン。200メートル競走決勝。スクリーンにはただいまの男子 200m 競走決勝の結果確定しております。1着は前輪の藤光くんで20秒49、1着は前輪の藤光くん20秒49。男子 200m 優勝は藤光健二、前輪20秒49。男子馬投げ第2竹山茂雄君前輪54m34。54m という結果だったんですけれども、まあ風がもし悪い関係なく、まあ、記録が出そうな感じがありましたので、まあ、記録的にはちょっと不本意なんですけれども、今日の記録は合格点に近いような点数でいいかなとは思っています。前半の試合展開は非常に、まあ、想像通りだったんですけども、後半になるにつれてちょっと力が入ってしまって、今持っている力は全然半分も出し切れてなかったので、そこが一番悔いが残る試合となりました。世界選手権が8月に行われるので、まずそこを出場できるように体作り等していって、6月の日本選手権で一発大きい記録を出して、そこで選考に絡んでいけるように頑張りたいと思います。そうですね、正直、まあ、アジア大会終わってから練習もほぼできてないですし、まあ、間もない中で、まあ、自分も今日を迎えてみないと、どれだけこう体が動くかとか疲労感がどれぐらいあるのかって分からない状態だったので、ちょっと不安なところもあったんですけど、まあ、その中では、うん、まあ、そこそこ記録も、まあ、シーズンベストということでついてきましたし、まあ、ちょっと来年 の世界陸上の分の標準記録も今月から有効ということで、まあ、もしかしたらそこにも引っかかるぐらいのタイムが残せたと思うので、まあ、すごく来年に向けてもいいレースになったかなと思いますね。はい。